西島リオです。はい、書きました。こんにちは皆さん、ご飯食べました？静丸さん、ご飯はちょっと食べました。途中、ご飯の途中でゆかたんが暴れてる。ご飯の途中でちょっと抜け出して。美味しかった。でも今日のご飯、今日の公園行きます。シロさん、お初見さんのシロさん、ぜひ夜見つけます。見つけます、わかんないけど、お見送り会とかでね、言ってくれれば。玄関にあ、もう発見できましたか。すごい早い、楽しみですね。ちょっと今すっぴんなんで眉毛がないです。マリオのコスプレで行きます。それは見つけやすい。ミシさんさん、こんにちは、向かってます、楽しみです。昼公演来てくれるんですか、西さん。やった、え、楽しみ。昼、初めての昼公演なんで、2回目なので、ピース。かぼちゃのカズさん、こんにちは。今ショップでリオピのうちわとアクスタ買った。嬉しい、アクスタ買ってくれるの嬉しいな。いろんなとこに持ってってあげてくださいね。アクスタは、え、うちわって、あの写真個別うちわですよね。えらい。ご飯はもうお腹ペコペコで食べましたよ。あのね、鶏肉とネギでした。美味しかった。こんにちは、かわいい、ありがとうございます。昼公演、昼夜両方嬉しい。菊ちゃんさん、ありがとう。よいしょ。私は今からカレー食べる。カレー食べるのに。こんにちは。いいですね。じゃあ、ゆかたん。昼夜行きます。昼夜。え、なんか。ありがとう、こんばんは。エッピーさん。こんにちは。昼夜来てくれる方、いっぱいいて嬉しいです。マリオのうちわ、マリオのうちわ、すごい、なんかマリオ系で来てくれる方がいるんですね。マリオのうちわ見つけるよ。食べてました。皆さん見てください。こんにちは。昨日の9時から。東京だからなんか嬉しくて。静岡県出身ですか？ユニット何かな？ユニット何かな？何かな？いいですよね。私結構ね。よかった、連れてくそう、一緒に旅行とかしてあげてください。アクスタ、皆さんもぜひね。あと新しいアクキーも出たんですよ。あの衣装好きなんですよ私。なんか制服、可愛い制服みたいなネクタイで、好きなんですよね。公園でリオピ初めてで楽しみです。たこ焼き焼けた記念 T シャツ着てます。お、初めて、初めましてですか。誰が来たと思いますか。はい、あ誰が来たか思いますか。私の大好きな子が来ました。何の話してたっけ、忘れちゃった。こんにちは、初見です。初見のハータンさん、ハータンさんありがとうございます。誰をしたろう。マリオのうちは作った、ちょっとたくさんいっぱいいて、たまにはルイージとかで作ってでもいいんじゃないですか。いや嘘ですよ。おはようございます、みんなでした。ありがとう。
あやみちゃんかな、あやみちゃんじゃなくてテノでした。あきら先生でもないです。レイポンでもないです。レイポン、レイポンもみんな好きですけど、私のね大好きなテナちゃんです。腕時計の子だよ。で前髪長いの見て、私前髪こんなに長くしてさ、今日切れるかと思って切れなかった。今日も踊ってる時に前髪ペタペタになっちゃう。お世話になってるてなちゃんです。あ、きくちゃんさんスターありがとうございます。レインボースターありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆうちゃんさん、ピンクと緑ありがとうございます。前髪切りたい、もうこんなに長いよ。くにさん、ピンライトカラーありがとうございます。こんなに長い。こじりさん、早くメイクしたいな。嬉しい。好きな方多いですね。命のへそとか特にやばいです。こういう動きが多いから髪の毛がバッ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 って。そう、固定ヘアがおろしなんで顔にこうやってこうやってくっつくんですよ。お姉ちゃんの話よいしょ。前髪斜めに流すの似合ってるよ。本当ですか？でも私パッツンが好きなんですよ、自分的には。今斜めに流してるからかな。なんかパッツンにしてるとこういうのにしたくなって、斜めにしてるとパッツンにしたくなる。ここ火傷した跡がだんだん。うわ、虫だ。大きなトマトがいるので、私虫大嫌いなんです。めっちゃちっちゃい虫だった今。トマト見つられるのは私だけですけど。こんにちは。ここ薄くなったよ。報告。ブルーローズ。今の感じ大人っぽい。本当ですか？そう。私今すっぴんですが、大丈夫ですか？髪はデコにペタなるんですよ。本当にね、顔にペタペタに貼り付いて困ります。本当に皆さん初リオピで心臓バク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 しといてください。見つけられたらいいな。合宿でそうなんですよ、虫嫌いなのにもうめっちゃ頑張って虫食べたんです。あの時本当に前日じゃ当日の朝だ、当日の朝まで虫食べるの知らなくて、ずっと虫だけは食べたくないねって話をしてて、まさかの虫食べでした。もう一生食べたくない。人生で食べることはあると思ってなかった。受験です。大なふひとさん、初見さん、こんにちは。NMB のファンの方ですか？あ、なんか。うわ、また虫だ。ヒヨのこと好きなのかな、虫。虫食べて朝からランニング。しかも 1.5 キロ。1.5 キロも久しぶりに走れました、あの時。でも本当に体力、昼夜で今日あるじゃないですか。体力が持つか心配です。1回目初日の時も結構体力が課題だなって思って、これからの。お疲れ様です。もうこれからね、体力つけないとやばいなって思ってたら、途端に昼夜で2回頑張りますよ。虫食べたから大概のこと大丈夫になったでしょ。ゆうじろさん、その通りです。
なんかもう一番嫌だったんですよ。一番やりたくないことが虫系だったんで、もうなんか初めて高校生それが二度とやりたくないんですけど、それがもうやっちゃったんで。まあ何事も虫食べるよりマシかなと思って耐えられそうです。初見のゆうちゃんさん、虫のことは無視しよう。ほのぴーですか？ほのぴーレベルの誰が出ましたね。虫プレゼントしないでください。あ、じゃあちょっとメイクがあるので短くてごめんなさい。今年の YNN のキャンプ行きたいですね。こんにちは。じゃあ壇上読みをしてごめんなさい。短くて夜のね、あの夜公演の前あったかな、前にも配信するのでその時に来てください。13位七木さん、12位静丸さん、11位チャミさん、10位よいちさん、9位なんだっけ、不祥靴、これわかんない、ごめんなさい名前わかんない。8位逃亡者Kさん、7位ゆいさん、6位ゆうじろうさん、5位マスカネさん、4位じゅんやさん、3位ジュニアさん、2位かずひこ、あ違う、ひこかずさん、これひこかずさんかな、ひこかずさん、1位きくちゃんさん、ありがとうございます。短い配信ですが来てくださってありがとうございました。公園で待ってます。楽しみにしててください。じゃあ終わりますね。バタバタでごめんなさい。じゃあね、バイバイ。